皆様、こんにちは。ズーム茶道教室よしあん。本日は入門コースの紹介動画になります。茶巾の畳み方、お菓子のいただき方、薄茶のいただき方、こちらの3点を紹介いたします。よろしくお願いいたします。それでは一緒にお茶巾を畳んでみましょう。このように横長の長方形を目の前にお作りください。3分の1向こうに倒しますよ。中指が3分の1のところにこのようにかかりまして、親指人差し指パラリと離すと3分の1向こうに折れました。折ったところを親指人差し指で再び持ち直し、このヘリのところ3分の1のところまた中指で押さえます。で、親指人差し指パラリと落として向こう側に倒します。3分の1が折れました。右手を上にします。そうすると左ももの10あたりで茶巾が縦になります。左手の親指が真ん中に入って体の中央で真横にして2つ折り、左で4本指下から支えてます。右手上からつくようにして2分の1折ります。4本指一旦外してもう一度下からサポート。今度は右側から3分の1だけ上からつきます。3分の2を残しますよ。で、右手の親指このように上から真ん中を上から支えるようにして、そしてお茶巾畳みましたらお茶の中に収めます。このような形になってます。横から見ると輪っかがありますよ。この輪っかが大切なんですね。福溜めと言います。この輪っかがきちんと固く丸くなっているのが大事です。それではお菓子のいただき方を紹介いたします。お菓子に対して軽いお辞儀、そして下からお菓子器押し抱くようにして感謝します。懐から返しを出します。少し出します。 2,3 センチ出しましたら親指上にして、親指見せながら胸の前、この時輪が下です。左手真ん中、右手真ん中、両手で膝前正面に、畳のヘリの一目のところとこの返し直線が平行になるようにします。右手上から黒文字取りまして、左手お菓子を支えて、そしてお菓子を返しの上に乗せます。ちょっとこの辺ちょっと編集してね、カサカサ言ってる。黒文字引き抜きましたらお返し1枚ペロリとめくります。私どもは左上隅をめくってお口のところを清めます。お菓子に黒文字を上に乗せまして、右向こう左手前、右向こう左手前、お酢の場合はこのようにご自身から右側上座に置きます。それではお菓子をいただきます。胸の前までします。持ち上げます。この時帯の上背ぐらいの高さになりますね。そして中にしまってる用事、左手の親指で押し出します。ケースごと出てきました。右手は用事だけを取り出します。そして一口ずつ切って召し上がっていきます。本日のお菓子、かぼちゃ、はい、本日のお菓子かぼちゃ道明寺です。可愛らしい形が海原さんの海のこちらで紹介していると思うんですけれども、本日生徒様から大好評でございました。すごく可愛いんですね。道明寺をかぼちゃの、お菓子で作るというのは私は初めて。それでは薄茶をいただいてみましょう。本日はお隣にお客様がいないシンプルなバージョンでお送りいたします。右で お茶碗を上から持ちます。親指が3時のところにかかります。4本指はお茶碗のこの張っているところにかけましょう。そして襟内に置きます。ここで亭主に対してご挨拶です。お手前頂戴いたします。ももの上に両手が来ましてから、また右手の親指が3時の位置、左手のひらの上、お茶碗の高さは帯の上線ぐらいになります。そして感謝します。感謝しましたら右手の親指が上3時の位置、そして6時まで回します。もう一回向こう側から6時まで、そして真横からホールドしましていただきます。
手に対してありがとうございますという気持ちを込めてスッと吸い切ります。お口のついたところを手で清めます。親指と薬指、他の指も少し沿わせてこのようにスーッと拭います。その手を返して清め、また右手の親指が上、そして時計回りに2回回してご自身の方に正面が来るようにします。真横から取りましたら、今度は畳の襟、外に置きます。お茶に対する軽いお辞儀をします。両手でお茶が大事に取り、肘と膝を合わせてお茶の高さを一定にします。その上でお茶を拝見いたします。どんなお茶碗で亭主がお茶を入れてくださったのでしょうか。もう一度同じ位置、置きまして名残のお辞儀、そしてお茶碗を亭主にお返しします。ズーム茶道教室よしあんでは、本日の動画のように初めての方でも安心して続けていけるようサポートいたします。入門講座終了の折には初級コース、また中級コース、上級コースへと進みます。資格をご希望の方には資格取得に向けてのサポートもございます。詳しくは私どもの説明欄、またホームページをご覧くださいませ。本日もご視聴くださいましてありがとうございました。